はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、Y モバイルのデータ繰り越しが開始、実際に繰り越した結果やデータ通信量はということで、今回は久しぶりの Y モバイルについてですね、この動画では僕が普段使っている Y モバイルなんですが、9月からデータ繰り越しが本格的にスタートしまして、僕がですね、契約したプランだとどんな風に繰り越されているのか、実際の画面を見ながらですね、お伝えしていこうと思います。現在契約されている方はもちろん、今後 Y モバイルの契約を検討されている方はですね、ぜひ参考にしていただければなと。思います。それでは、行ってみましょう。今回の動画の結論からもう先にお伝えするとですね、もうデータ繰り越しは非常に良いということでございます。これまでなかったサービスではあったんですけども、なんで良かったのかね、後ほどお伝えします。そもそもの僕、ゆずひこの通信環境、普段の通信環境なんですけども、メイン回線として Y モバイルを使っています。そしてサブ回線として楽天モバイルを使ってるんですけども、基本的にはもうこれはもうオブジェで、たまーに電話で使うぐらいです。ちなみにもう Y モバイルではほとんど電話することはないですね。で、固定回線はソフトバンク光を引いてるというような感じでございます。で、今回の本題はこちらのメイン回線の Y モバイルについてなんですけども、僕が普段使ってる Y モバイルの契約してるプランはこの真ん中の M プランということで、月額の基本料金として税込みで3278円。家族割はあるんですけども、僕一人で使ってるんで、これは適用されないと。で、通信容量なんですけども、基本的には 15GB なんですが、データ増量オプションというのがあるんですけども、それを使うとですね、20GB になると。で、4G、5G も使えて、通話料は特に僕かけ放題とか入ってないので、30秒ごとに22円ということでございます。で、先ほどもお伝えしたように、僕の場合ですね、ソフトバンク光を契約してるんで、プラスアルファでYモバイルを使ってるんで、おうち割っていう割引が適用されます。なので、実際の契約プランからの料金が、これですね、シンプル M プランなら、この3278円なんですけども、おうち割が効いて、なんと2090円でYモバイルを使うことができるっていう感じなんで、結構相性はいいんですよね。ここ最近はいろんなね、キャリアさんがすごい割引のプランを出してるんですけども、僕は今のところこれでいいかなっていう感じです。そして今回の本題でもあるデータ繰り越しについてなんですけども、以前ですね、こちらの動画で解説をしてるんですけども、軽くおさらいをしてみましょう。ちなみに僕の場合ですね、データ繰り越しがされるのが今月の9月から繰り越しがされた状態ということでございます。で、データ繰り越し登場余ったデータを翌月使えるっていうことで、シンプル SML プランを契約してる人は特に申し込み不要で勝手にね、繰り越しがされると追加料金も不要でできます。出てる通りこれシンプル M プランの場合に関したら、15GB、使えるんですけども、5GB 余ったらそれを繰り越して、翌月に使うことができるということでございます。至ってシンプルですね。ほんとこれがあるのとないのでは全然違いますよね。で、もう一つですね、データ繰り越しプラスアルファでデータ増量オプションもパワーアップしたということでございまして、これもシンプル SML プラン。これは別に申し込みが必要となりまして、月額料金が550円かかります。どんな風に変わるのかと言いますと、これシンプル M プランの場合に関したら、元々の 15GB プラス 3GB でデータ増量オプションとして 3GB プラスアルファで追加でできてたんですけども、それがね 5GB に変わりまして、1月で 20GB 使えるというようなものになります。しかもね、これがすごいのが、このデータ増量分の余ったデータもなんと翌月に繰り越せるっていう、これ結構すごいですよね。ですけども、翌月へ繰り越しできるデータ容量の上限は、翌月加入のプランのデータ容量、データ増量オプションによる追加分を含むまでということでございますので、ここは押さえておいてください。でですね、実際にどんな風に繰り越されてるのかっていうところでね、気になると思うんですけども、実際の画面を見ながらですね、見ていただきたいと思います。今出てるこの画面は、僕のマイページみたいなもので、マイ Y モバイルというものでございます。で、この画面の下の方に下がっていただくと、9月のご利用状況というのが出てきます。データ通信量とか使用量で、撮影してるのがね、本日なので、9月18日12時48分現在ということで、早速ね、見てみましょう。データ量を見るをタップすると、これがご利用状況ということで、これは今現在9月の状況なんですけども、ここをね、早速開いてみたいと思います。せーの。じゃんということで、しっかりとね、ご覧の通り繰り越されてるのは繰り越されてるんですけども、絶対一言思うことがあると思うんですよ。データ量余りすぎやんっていうね。いや、これもう僕は月が変わった瞬間に、これツイッターで画像アップしたんですけども、いや、これは正直なところめっちゃ余ってるなって僕自身も思ってるところでございます。せっかくなんで、どんな風に繰り越されてるのか、この内訳も見てみたいと思いますので、この使用量の内訳っていうところをですね、タップすると、いろんな内訳が出てきます。この画面を下に下がっていただくと、しっかりと画面が出てきまして、してこの部分ですね。8月の繰り越し分として 11.72GB で、基本データ量の残り 20GB、 まだ全然使ってないんですよね。基本データ量の 15GB と、データ増量オプションの 5GB で、有料の追加データはもちろん使ってないですし、使用量の合計が 1.41GB っていうことでね、もうね、もったいないこと絶対してるんですよ、現在。もう今月も9月18日なんで、半分も使ってないんですよね。で、まあ僕が考えるデータ量が余る理由として、やっぱりね、自宅にいることが多くなったんですよね。しかも自宅光回線引いて Wi-Fi 飛ばしてるんで、もうずっとそれで使うことが多いですし、やっぱり外出先に行っても、なんじゃかんじゃ僕パソコン持って Wi-Fi 環境がある場所で使うことが多いので、例えばマクドナルドとか、九州のね、ファミレスであればジョイフルとか、まあそういったところで Wi-Fi があるところで使うことが多いんで、本当にね、データ量が余っちゃうんですよね。で、この内容を踏まえて僕の月々の料金なんですけども、それがこちらですね。これ8月分なんですが、8月の利用分、また繰り越される前の金額にはなるんですけども、1555円っていうね、それでも結構安い方かなと思うんですよね。ちょっとこちらもね、せっかくなんで内訳を見ていただきたいと思うんですけども、それがこちらです。まあ基本料のね、1900円もちろんなんですけども、電話ほとんどしないので10円。多分これなんかの問い合わせかなんかかもしれないですね。で、見ていただきたいのはここなんですよ。オプションサービス療法ということで500円ね、取られちゃってるんですけども、実際にこの内訳をですね、タップすると、ご覧のように内訳が結構出てきます。で、ちょっとね、この画面下に下がっていただいて、ちなみに全然関係ないけど 3.2GB ってこの月も全然使ってないですね。で、このオプションサービス量の中で、そうなんですよ。データ増量オプションを僕つけたままだったんですよね。まあ、若干高くなったなっていう感覚的には思ってたんですけど、結構放置してた状態で、まあ、そのままにしてたんですよ。で、しかも先ほどもお伝えしたように、データ増量がされてるにもかかわらず、僕は9月の利用状況が今現在でも 1.41GB なんで、正直なところ使い切れる自信がないんですよね。以前もソフトバンクを契約してた時に、確か 20GB のプランが入ってたんですけども、それもほぼ切ることができなかったんですが、なので今回のこのデータ増量オプションをつけることによって、本当にただの無駄遣いになってるっていうような状況なんですよね。なのでデータ増量オプションは、僕の場合はこれを外した方がいいなということで今回は決断に至りました。で、あともう一つちょっと気になることがありまして、このコールセンター請求値引き特典っていうのが引かれてるんですけども、まあ1000円引かれてるんでめっちゃテンション上がったんですが、ちょっとググって検索をかけてもあまり情報がなくて、出てる情報というと、いわゆるそのソフトバンクからワイモバイルに乗り換えた方に、まあ割引が提供されてるみたいな感じでは出てるんですけども、それで正解なんですかね。まあ、あえて僕ちょっとワイモバイル側にまだ問い合わせてはなかったんですけども、もし知ってる方教えていただければ嬉しいです。ですけど、1000円引かれてるって結構でかいですよね。ではですね、今回のこのデータ増量オプションせっかくなんで外してみたいと思うんですけども、このね、契約変更のところをタップすると、契約の内容がいろいろ出てきます。ね、シンプル M 契約してるってのも出てますし、画面に下に下がっていただくと、オプションサービスの画面が出てきます。ここに変更するっていうところがあるので、ここをタップすると、契約内容のところで、こんな風にいろんなメニュー画面が出てくるんですが、ここのデータ増量オプションがあるので、ここを変更というとこをタップして、そしたらですね、データ増量オプションの概要の画面が出てまして、今出てるように、現在の契約内容にデータ増量オプションに加入済みという風に僕の場合出てるんで、今回はこのサービス変更の申し込みでデータ増量オプションの解除を行いたいと思います。なので特にね、選択する項目はないので、そのまま次へ進むと、サービス解除の申し込みの確認画面が出てくるので、これはね、10月1日から適用されるみたいですね。で、画面を下に下がって、申し込み内容に間違いなければ同意するにチェックを入れて、あとは申し込みをタップすると。そうすることによって、これで申し込みが完了ということでございますので、もしね、僕のようにデータ量が余ってて、データ増量オプションはいらないなっていう方がいらっしゃれば、こんな風に外してみてもいいのかなという風に思います。まあ、ただ単に僕がズボラだったんで、そのままにしておいたっていうのもあったんですけども、なのでね、また10月から適用されるので、まあ、請求が確定するのがまた11月とかそこら辺になるんですかね。まあ、そこら辺になればですね、ちょっと僕の方でも確認をしてみたいと思います。ちなみになんですけども、まあ、ここ最近は本当にね、少し前であればポポとかもすごい料金プランを出したりとかして、めちゃくちゃ話題にはなっていたんですけども、僕がこの通信量とか通信の質以外に、ワイモバイルを使い続ける理由がしっかりとありまして、大きくこれ3つに分かれてくるんですが、これ僕の場合ですね。まず1つ目は、やっぱりこれですね、PayPay 決済でのソフトバンク、ワイモバイルのまとめて支払い。やっぱりね、これがすごい便利がいいんですよね。もうこれはね、僕の動画でもちょくちょく解説をしてるんですけども、簡単に言うと、ワイモバイルの支払い元を、まあ、クレジットカードをセットすると、そうすることによってね、クレジットカードの、まあ、簡単に言うと 1% 還元を受けることができまして、そこで今回のワイモバイルまとめて支払いで PayPay にチャージをすると。で、それで PayPay 決済をすることによって還元率が実質 1.5% 以上を狙うことができるんですよね。まあ、PayPay の場合は PayPay ステップっていうのがあるので、基本的には 0.5% なんですけども、PayPay ステップをクリアすることで還元率をアップすることができるので、まあ、最低でもね、1.5% を狙えるんで、これはね、結構僕的には嬉しい支払い方法の一つかなと思います。しかも僕が住んでる地域の場合は、税金とか支払う時も PayPay 決済とかもできるので、そういう時もね、結構便利が良かったりします。ちなみにまとめて支払いはね、人によって結構支払える枠が結構違うくて、僕の場合サイト上契約した時は確か3万円ぐらいからだったんですけども、今現在はなんでかわかんないんですけど、9万円まで枠が上がってますね。なのでね、できる時にまとめてチャージをして、また税金の時の支払いとかに備えたいなっていう風に思ってます。続きまして2つ目の理由なんですけども、こちら Yahoo ショッピングの恩恵ということで、なんちゃかんちゃね、Yモバイルとソフトバンクもそうなんですけども、Yahoo ショッピングとまあまあ相性が良くて、還元率もアップできたりとかいう状態でお買い物ができるんですけども、まあ10月からはね、Yahoo ショッピングの PayPay 残高での支払いが還元率が 1.0 から 0.5% に変更にはなるので、まあ、若干痛いっちゃ痛いんですけども、個人的に Yahoo ショッピングを使う頻度っていうのはまあまああるので、今後もね、まだまだ使い続けるかなというふうに思います。で、最後3つ目なんですけども、これはね、僕の趣味にはなるんですが、パリーグ TV が無料で見れるということですね。僕が住んでる福岡は我がね、ソフトバンクホークスはここ最近はね、あまり調子は良くないんですけども、僕自宅にテレビを置いてないので、このパリーグ TV がね、本当に無料で見れるっていうのがめちゃくちゃ嬉しいんですよね。外出先であったりとか、どっかカフェであったりとか、もちろん自宅でも見れるんで、これはね、個人的にはめちゃくちゃ契約してる強い理由の一つではあります。まあ、他にも Yモバイル僕全然使い切れてはないんですけども、いろんなね、Yahoo プレミアム会員とかの特典も結構あったりするんで、まあそういったところも結構いいところではありますよね。でですね、もしですね、今回の内容を踏まえて、もし Yモバイルをオンラインストアで契約をする方いらっしゃればですね、やっぱりポイントサイト経由がお得でございます。今回紹介させていただくのはこちら Moppy というポイントサイトなんですけども、まあ、どんな風にお得なのかと言いますと、これ Moppy の公式の画面なんですが、この検索の虫眼鏡のところをタップすると、検索のバーが出てきます。この検索の中で、Yモバイルっていう風にカタカナで入れて検索をかけます。そしたらですね、こんな風に Yモバイルの検索結果が出てきまして、この Yモバイル 1500p って書いているところがあるので、これをタップすると、Yモバイルオンラインストアという風に出てきます。まあ、簡単に言うと、この Moppy を経由して、Yモバイルのオンラインストアで普通に契約をすると。そうすることによって、この Moppy 側で1500ポイント。これ普通に現金にもできますし、他のポイントとかにも交換することができます。なおかつ、日にはよるんですけども、案件が終了してたりとか、このポイントがアップしてる時もあったりするんで、まあ、そこら辺はね、正直ちょっと僕もいつポイントが高いのかわかんないんですけども、なんちゃかんちゃポイントサイト経由もお得でございます。ちなみにですね、獲得する条件とかもしっかりと出ておりますんで、ここら辺もしっかりと踏まえた上で、このポイントゲットをタップしていただくと、この Yモバイルのオンラインストアに切り替わるんで、普通にね、直接このオンラインストアに行くのではなくて、ポイントサイト経由は本当にお得でございます。ちなみに Yモバイルはね、たまにタイムセールとかもやっておりまして、こんな風に iPhone 12がね、少し安くなったりですとか、SIM カード契約される方の場合に関しても、最大5000円もらえるのが7000円にね、アップしてたりとか、まあそういったこともあったりするんで、まあぜひね、気になる方はチェックしていただければと思います。まあそんなこんなで今回は僕が Yモバイルでデータ繰り越しを使った結果について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ僕もこれまでね、ほんとソフトバンクをずっと使い続けた中で、この Yモバイルに切り替えて、固定費が劇的に下がったので、本当に変えてよかったなってつくづく思ってるところではあります。もちろんね、住んでる環境とか使ってる環境によって、あとご自身の趣味とかによって、どのプランとか、どこのキャリアがいいとか絶対人によって変わってくるので、絶対的にこれがいいっていうわけではないんですけども、まあもしね、利用の検討されてる方とか、現在利用されてる方のね、参考になれば幸いでございます。そして今回お伝えさせていただいたポイントサイト Moppy の登録まだの方いらっしゃいましたら、こちらも概要欄にリンク貼っておきますんで、詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。